どの塾がどれくらいお金をお儲けにおなられているのか。営業利益で10。そんなこと言っちゃっていいんですか。G はまず3億7000万ここから桁が増えます。そうで始まりました、まちゅチャンネル。さあ今回はですね、はい、塾業界の CC 話はい、平さんにおいでいただきました、はい、よろしくお願いします。今日は何を暴露しにやってきたんだい。今日はですね、まあ塾がどれぐらい儲かってるかっていうのを皆さんにお伝えしようかなと。ああ、そんなこと言っちゃっていいんですか。まあまあ、公開されてるものをとにかくしらみつぶしに調べて公表してるだけですから、別に悪いことをしてるわけではないです。あ、じゃあもう出てるやつってことですね。一応出てはいます。ただ探すのは結構大変かもしれません。おお、なるほど。じゃあまあ暴露は暴露だけど、公表されてるものなんで悪いことは何もしてないと。してません、はい、一応皆さんでも時間と暇さえあれば一応調べることは可能でもあります。どの塾がどれくらいお金をお儲けにおなられているのかを教えてください。わかりました、いきます。まず経常利益ってのと営業利益ってのの違いを説明する必要があって、経常利益ってのは簡単に言うとざっくりとその会社が儲けたお金全部含むんですよ、うんうんうん、例えば自社ビル持ってる時に1階2階は自分の塾だけど3階に皮膚科入れてるとか、はいはい、ベテランドレーを取ってるみたいな、うんうん、こういうのは経常利益に上がってくるんですよ。で営業利益ってのは塾の会社なので、うん、塾でどれぐらい儲かったか、うんってなります。で今回発表するのは学習塾で株式を上場している会社の営業利益トップ10、うん、おなるほど、でいきたいと思っております、うん、まずじゃあ10位ですね。10位はまず3億7000万おで修営予備校。はい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 、まあ静岡とかで強い。そうですね、静岡が本拠地ですね。綺麗な校舎っていうので昔は有名でしたけど、今は分かんないですけど、今はどうでしょうね。昔はやっぱり修営予備校は綺麗で、教える時にテンション上がるぜっていう先生たちいたんで。ああそうなんですね、はい、有名な関先生の出身の予備校でもあります。スタサポはね修営で固まってますから、修営の人がボンといますんでね、はい。次9位は5億4000万円で、はい、一新ホールディングス。ああ、はいはいはい、一新、一新学院とか一新予備校、ウィングネット。そうですね、ウィングネットとか。そうですね、千葉が本拠地、うん、になりますね。一新は昔一時期ですねかなり経営状態がやばかったんですが、だいぶ上ってきて安定した経営に入るようになった。なるほど、まあ、確かに千葉で強いイメージがありますね。はい、一新予備校もそのやっぱ全国的には全然知られてないけど、やっぱ千葉では知ってるみたいな感じでしたもんね。そうですね、千葉では盤石だったんですが、うん、1回落ちてまた上がってきたという感じになります。次いきます。8位、6億1000万円東京個別指導学院。あー、 TKG です。卵かけご飯。そうです。はい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 、はい、ちなみになんですけど関西の方に行くと名前が変わって関西個別指導学院になるんですけど。あ、なるほど、東京じゃなくなるわけですね。なんて呼ぶか知ってます？え、もしかしてそれ変わって KGB みたいな。KGB が違うんですね。ロシアの軍隊内の。それね、はい、カンコベって呼んでるらしいです。何カンコレみたいに。そうカンコベと TKG 合わせて東京を越えて指導学院という会社で6億1000万円稼いでいると。関西にも結構あるんですか？じゃあ結構関西にもありますよ。大きい駅からもう中堅の駅ぐらいまで行けばまず駅前にはある感じです、ね、なるほど、はい、東京個別指導学院はまあ多いイメージですね、やっぱ関東でも大体ありますからね。個別で吐く生きてるイメージ。そうですね、うんうん、そういうイメージがありますね。じゃ次行きましょう。次ですね、9億6000万、うん、で名工ネットワークジャパン、名工技術ですね。あ、名工技術ですね、はい、一時期 CM すごかったですからね。すごかったですね、めちゃめちゃ流れてましたけどね。名工はコロナの時に営業利益がなんと2000万ぐらいまで下がってるんですよ。ああ、そうだったんですね。なんですけど V 字で回復していると、はいはい、なるほど、夢が明光ですね。明るい光だけありますね。そうそうそう、明るい光だけありますね。はい、次、あ、6位はここから桁が1個増えます。10億円、理想教育。はいはいはい、イエス、理想、あ、違う、理工、はい。トーマスですね。うん、トーマスですね。まあ、トーマスもやっぱ拡大したイメージはありますね。なんかやっぱ高校生に教えてるイメージなかったですけど、おうんうん、今なんかいろんな個別でやってますよね。いろんな個別やってますね。とにかく高いと。はいはいはい、夏期講習で100万円払った家庭があるみたいな、都市伝説もあるぐらい、はい、全部の校舎がってわけじゃないんですけど、はい、同じグループで進学会っていうのが
あるんですよ、はいはいはい、こっちは1対2なんですよ、うんうん、で面白いのがあってテナントの1階にトーマスが入ってて1対1で入ってて2階に進学会が入ってる場合なんですよ、はいはい、でも同じ理想教育グループなんですよね、うんうん、なんで例えば1対1で値段が高いと、うん、ちょっときついなこれはってなったら2階に連れてって行ったりの金額でやるんですよ。行ったりの安いんで、その逆パターンもありますよね。1対2なんですよねって言ったら、いやもうちょっとちゃんと見てほしいわってなったら、うん、あじゃあ1対1ありますよって言ってトーマス先生みたいなこともできちゃうと。なるほど。そういう風な校舎になってるところもあります。自分のグループ内でパスができる。あ、そうまさに理想の形です。そうですね。ソーリーはい、では次いきます。第5位10億6000万円、はい、早稲田アカデミー。あー、早稲田か。はい、ここら辺強いですね。盤石かなって感じ。そうですね、小中学部がやっぱりすごく強いですね。ですね。高等部は思ったほどやっぱ増えなかったですね。そうですね、昔からそんなにすごいたくさん人がいるってイメージはないですね、うん、ただやっぱその総計校、総計の付属校にすごい強いイメージがやっぱあるので、はい、そこ行きたい人たちはやっぱり早稲田を選ぶことが多いのかな、うん、非常に体育会系ですから。運動会とかもありますから。そうですね、模擬授業大会とかね、いろいろありますよ。やりました、僕も。あ、行ったんでしたっけ。いました、後頭部いましたんで。あ、そうですね。では次ですね、4位が18億おお、うん、で、学級者、エナですね。あー、エナ、はい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 、国立じゃないですか。あ、本社、そうですね、国立ですね。もともと国立の、国立学院とかなんですよ。あ、そうなんですか。名前がそうです。武田塾国立校の裏もエナがブワーンってビルで立ってます。そうですね、そうですね。エナまあエナは早稲田と違って都立を売りにしてますから、はいはい、日比谷に行きたい子とか、うん、西行きたい子とか、まあ、それこそ国立とか立川とか、うん、はい、行きたい子は、まあ、エナに行ってるっていうイメージですね、うん、そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。何を言ってんすか。エナリあ、エナリカズキの真似をしたんですね。やっと分かりました。ではついにトップ3です、はい、第3位がですね、ここからまた飛びますよ。24区おお、スプリックス。スプリックス、森塾と湘南ゼミナルですね。はい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 、いや、まあ森塾めちゃくちゃ増えましたからね。森塾やばいですよ、本当に。どこにでもあるなっていうぐらい。森塾の新潟校が一番人多いんですけど、はい、ほうほうほう、何人いるか知ってます？へー、森ですから。森ですから森森にいるんじゃないですか。いますよ、1200人いるんですよ。1200人。はい、へえ。で、当然一人の校舎長で、はい、教師長で回せるわけないんで。そうですね、1200人。新潟校1、新潟校2、新潟校3って言ってテナントが分かれてるんですよ。すごい。で、順番に問い合わせ入れてって、はい、で、各新潟校1の教師長の成績はこうです、うんうん、新潟校2の教師長の成績はこうです、うんうん、新潟校3の教師長の成績はこうですって分けられてるんですよ。すごいな。だから大体400人ずついるぐらいの感じですね、うん、なるほど。木が3つですね。木が3つですでちょうど新潟と見て、で、湘南がね、まあやっぱり神奈川では非常に強いですから。湘南ゼミナル強いですからね。森塾は個別、はい、森塾個別です、ね、1対2の専門ですね。はい、あ、木が1個あって木が2つ関係ないですね、はい、次いきます、はい、第2位、35億おお、ステップ。あー、はいはい、35億ね、そうですね。何でしたっけ？ブルゾンチエミ。そうブルゾンチエミですね。そう。すっごくでかくなりましたよね。そうですね。今180校舎ぐらいありますね。ステップはとにかく進学実績がいいので、授業料が高いんですよ。ああ、なるほど。で、一応京大割引とかあるんですけど、特待生割引がないんですよ。はい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 。だから神奈川の塾なんですけど、神奈川のまあトップ2の公立高校とか横浜水壇高校と湘南高校に余裕で行けるような子もちゃんとお金払ってるんですよ。はいはい、ああ、なるほど。そうなんですよ。だからどの層からもちゃんとお金取ってるっていうのが、まあ、強みではありますよね。なるほど。ではいきましょう。さあ、はい、ラストですね。第1位はですね、45億。おお、なるほど、10億プラスですよ。長瀬。ああ、やっぱりでしょうね。やっぱりですね。東進ですね。東進ハイスクールですね。東進生予備校も含みます。四つ四つ大塚、早稲田塾。じゃあステップとはちょっと対比されますね。どの層からもお金を取るステップと、受かる層からお金を取らないそうですね。東大特進の方々はお金払ってないと思いますので、ちょっとそこが違ってくるところかなとは思います。永瀬って利益45億って言ったじゃないですか、うん、で、売上高が450億ぐらいですよ、はいはいはい、ってことは 10% なんですね、うんうん、で、大体塾って利益率 10% ぐらいだ
って言われてるんですよ。なんで永瀬ってまあ綺麗に数字出てるんですよね、450億売ったで45億利益で残ったって感じなんですよ。でもステップって利益率が 25% ぐらいなんですよ。へえ、高い。そうなんですよ。売上高の4分の1が利益率なんですよね。なのでステップってそんなに規模がめちゃめちゃ大きくなくても営業利益がバンって出るっていう仕組みになるんですよね。確かにやっぱ神奈川県以外でステップってドーンってあんま聞かないですね。はい、ステップは神奈川専門なんで、東京にも埼玉にも千葉にもありませんから。ああすごいですね。それ全然もう対照的ですね。確かに。そうなんです。なんで規模の割には利益が大きく見えるんで、2位に食い込んでくるっていう、ね。まあ、多分広告宣伝費も全然違いますよね。そうですね。ステップは夏と冬に1回ずつチラシ打つだけなんで、リスティングとかやってないですし、駅中広告とか看板立てるとか、そういうこともやってないので、流せって言ったらもうすごい広告がたくさんあるってイメージですからね。まあそうですよね。東進とかだと駅前にドカッパーって貼ってたりしますからね。なるほど、そういうところもあるわけですね。はい、っていう感じで得点でございました。これは勉強になりましたわ。ありがとうございます。なかなか聞き流せないですね。そうですね。お、今のダジャレは流されたけど。あは、聞き流せですね。はいはいはい、なるほど。マジで打ち合わせなしでやってるから、難易度が高いのかが低いのが結構たくさんあるなと。挟んでおかないと飽きちゃうから。なるほど。ただ塾だけだと何みたいになっちゃう。はい、はい、そうした。そんな感じでございます。はい、ぜひ参考にって何の参考になるのか分かんないですけど、こういう感じになってるんだこの業界っていうのは。まあただ上場したところだけなんで。そうですね。上場してないところでも、馬淵とか臨海とか、はい、いっぱい大きなところありますんで、そういうところはちょっと分かりませんから。そうですね。はい。臨海なんてね、だってすごいボーナス出たりとかもねしましたしね。ああそうですね。その話します。言っちゃっていいのか分かんない、まあ、メンバーシップかな分かんないという形で、今回は平野さんにまたちょっと暴露していただきました。まあいろいろ調べていただきました。ありがとうございます。はいはい、教育百貨店チャンネル、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ぜひぜひ見てみてください。それでは、はい、アディオス。